アメリカンジョーク、おアメリカンジョークをちょっとたしなむじゃん、ちょっと教じる、うん、教じる教じるそんなんあんねや。アメリカンジョークあんねん俺。場所はカリフォルニアの砂漠地帯、うん、時代は1920年、カウボーイの時代ですよ、うんうん、禁酒法の時代ですよ。おお、はい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 。なんていうの、ああいうカウボーイが飲むようなさ、あの両方開く扉みたいな、バーンみたいな、カランコロンみたいな、西部劇でよく出てるんだよな。そう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 。で一人でバーボン飲んでたらさ、女性が横に来て、あなたの願いを何でも叶えますって言うんよ、うん、ほんまかいなって言いながら、分かった、ほなら顔をなんやジェームス・ディーンにしてくれと、俺の見た目を、この野郎バカ野郎っつって、でもう筋肉も隆々、体は今で言うとこのシュワルツネッガーにしてくれと、お前そんな何でもできるんやったら、ほんで肝心のあそこはやな、ペニス、おペニさんはやな、俺が乗ってるあの馬のようにしてくれっつって、ね、ええやんかそれ、もう顔もイケてる、体もイケてる、セックスも強い、ね、そしたらその女の人が分かりましたと、もう簡単にそれは叶えましょう、今日寝て明日起きて自分を見てくださいっつって、若いなっつって、ありがとうよっつって、ほんでまあ家に帰るわな、ほんで朝起きてパッて鏡見たら確かに顔めっちゃかっこいいジェームス・ディーンなっとるかなって、ほんで筋肉もめちゃめちゃすごいやんけっつって、ほしたらあの肝心の俺のおペニスはどうなってんねん思って、バーンパンツの中見たら、はぁ、あの馬メスやった、こういうことやろアメリカンジョークって、そういうことやろな、こういうことやろあれあかん、これ完成度高いと思うんやけど結構なんでこの犬井くんも中身ちゃんも苦笑いしてんのまあ、稀に見る苦笑いですね、うん、いやそうやな、典型的宇宙人が来て地球人の苦笑いとはどういうものかって言ったらこれを見せたようなサンプルとしてビーってそれが揃いも揃ったからな、二人で苦笑いされた。もう一個あるね、もう一個あるじゃん。場所は1920年代カリフォルニア、2匹ののみ、のみのみっていうの、あのちっちゃいぴょんぴょん跳ねるのみが会話してるわけよ。お前さっつって、この真冬をどう過ごしてる、ごって寒いやんだってって言うてるわけよ。で俺は男のヒゲの中に入って寒さしのいでんねんって言うわけよ。そしたらもう一匹のやつが、アホやなお前って、そのヒゲやんかあかんよそんなもん、だってもう外に出てるし、それこそそいつが何やろ、こういうバイク乗ってるやつやったらどないすんねんと、めっちゃ寒いやんねんと、アホやなお前っつって、俺は女性のパンツの中に入って女性の陰毛の中で過ごしとんねん、これもぬっくぬくや言われて、あ、それめっちゃええやんっつって、それ確かに寒ないわっつって、俺もそうしようっつってね、で別れたんですよ。ほんで1年経って次のまた秋口になって、お前去年の冬どうやったんっつって言われて、あ、そうやねんと、お前が言ったように女性の陰毛なんか入ってたんやけども、気づけば男性のヒゲの上におって、ほらもうもうどうするかな綺麗悪いし結局下ネタやし話題一問。